1593年に出版された、デクトリーナ・クリスティアナに見えるバイバイン文字で書かれた、タガログ語の主の祈り。バイバインは、ブラーフミー文字を先祖に持つ文字。過去のフィリピンで、タガログ語など様々な言語を表記するために、使われていた。文字体系としては、アブギダに属し、文章は、左から右、上から、下の順番で書いていく。バイバインには母音を表す母音アザ。 シーン字の母音を変化させる母音記号。シーン母音 A の音を表す。シーン字がある。by、B など、特定のシーンに A 以外の母音が伴う音を表記したい場合、和の音を表すことができる。シーンのみの音を表記したい場合も、それと同じで和を表す。シーン字に母音打ち消し記号を付加させることで、B の音を表すことができる。ビアと、 シーンプラス20母音を表す場合は、場に I と A の両方の母音記号を付加させるのではなく、場に I の母音記号を付加し、その後ろに A の母音字を加える。ユニコード3点に似て以下の文字が収録された。ありがとうございます。